雑煮とおせち料理雑煮は餅を主な具とし、醤油や味噌などで出汁を味付けたつゆを張った日本料理。世界的に見るとスープ料理の一つ。日本では正月に多く食べられ、地域や家庭によって違いがある。雑煮の由来については諸説あり、定かではない。九州では正月の雑煮を直らい、野屋、小野らいなどと呼ぶ地域がある。 また正月に限って、雑煮と呼び、結婚式など、その他のおりに食べる場合は、餅吸い物やお漬け餅と呼び分ける例が多い。夕食料理の一つとして、焼き餅を添えた吸い物がある。ここでは、雑煮とはせず吸い物とされている。室町時代に書かれた鈴鹿景気に、初めて雑煮という言葉が登場する。これ以前の名称内視形態については、諸説あり。 うち一つの名前は二雑と言われる。雑煮を元来は武家社会における料理であり、餅や野菜、乾燥食品などを一緒に煮込んだ野戦料理だったのではないかと考える説。この説によれば、正月に餅料理を食する慣習は古代より博多の儀式と結びついた形で存在しており、それと関連して発生した。雑煮は元は二雑と呼ばれており、 この料理が次第に仏家社会において儀礼化していき、やがて一般庶民に普及したものとみられる。造煮については、仏家での儀礼である式三根での料理であるとする見解がある。しかし、室町将軍のご刺激や仏家古実書によれば、式三根は、殿のもで行われ、その後、会所に移り、ここで改めて諸根から三根までの三根が出された後、 5の禅もしくは7の禅までが据えられる全部となり、さらに4根以下の剣部となることがわかる。そして、この式3根では、諸根に開月、梅干し、内あわび、2根に、恋の内身、3根には綿入りが出されることが、通例であるが、これらには箸をつけず、実際に食されることはない。一方、会所に席を移しての諸根には、 雑煮や五種の削り物が出されることが常である。つまり、雑煮は、四季三根ではなく、これとは別の三根のうちの諸根に出されるもので、あるということになる。江戸時代、尾張藩を中心とした東海地方の諸藩では、武家の雑煮には、餅名と呼ばれる、小松名に近い在来のなるのみを具とした。餅と名を一緒に取り上げて、 食べるのが奈良足で、名誉を持ち上げるという演技かぎだったという。なお、上記の奈良足が、武家社会一般の作法だったという説は、五殿による俗説である。一日は夕方から始まるとする考えがあり、元旦は大晦日の夕方から始まるとされていた。大晦日の夕方に神物に備えた餅や飯を日の出後に下ろして、具を加えて煮たものが、雑煮のルーツとされている。 畑作農耕社会における増二金生以前においては、餅なし正月と呼ばれる、正月三日日に餅を神仏に備えたり食することを禁忌とする風習が、畑作地帯を中心として広く存在していた。畑作地帯とは、水田を作るには不適当であったため、米以外の作物で低畑や焼き畑を行っていた地域である。これらの地域では、米及び、 それを原料とする餅は、自己の土地からは生み出されない外来の食物であり、神仏に土地の豊穣を願う儀式の場において、こうした外来の食物を用いることは近畿であった。畑作地帯では、蕎麦や里芋など、自己の土地から産する作物を神仏に捧げ、またこうした食材を主体として、雑煮などを作っていた。今日でも、を使わない雑煮を作る地域には、 かつてそうした持ち食の禁忌があり、その痕跡が損したものではないかとも考えられている。こうした風習に代わって、持ちを主体とする雑煮が全国的に広がっていく背景には、交通や情報伝達の発達も、さることながら、国高性に基づく、爆販性による米の生産への政治的、経済的な圧力が、畑作地帯を含めて加えられ、実際に灌漑設備の整備や、 神殿開発によって、こうした地域も、米作地帯に転換していった影響が大きいと、されている。雑煮は、餅と、その他の、具、出汁と調味料による、つゆ、盛り付ける、食器で構成される。雑煮に入れる餅は地域ごとに差異があり、日本の地方による、食習慣の違いを表す例としてよく持ち出される。雑煮に入れる餅は汁に入れる前に焼いて、 香ばしさを意図したものと生のまま汁に入れて煮るもの、また四角い餅と丸い餅とに細分される。焼いた四角形の切り餅を使う人が一番多い。餅を焼かない地域は奈良を除く関西地方、広島を除く中国地方が多い。角餅ではなく丸餅を使う地域は糸井川静岡構造線から西側である。北海道、富山、石川、 は混在している北海道では丸餅と角餅が混在しているが、これは明治以降に移り住んだ人たちによって全国各地の雑煮が持ち込まれたためであり、現代の北海道では角餅、スまし仕立てに統一される傾向にあるとも言われる。また、丸餅を使っていた関西、中国、四国の地域でも角餅を使う地域が広がっている。一方、 餅を使わない雑煮を作る地方もあり、里芋や豆腐や水豚などが餅の代替となる。こうした雑煮は稲作の盛んでない山間部や島書部に残っている。代表的なものとして、豆腐類、芋類、鶏肉の切り身、または肉団子にしたもの、青み、彩りを添えるための色気、香りにゆず、蜜葉などがあるが、地方による違いが大きい。 だしの素材も地域によって様々であるが、昆布、鰹節、煮干し、スルメなどが主に使用される。つゆは地域によって色々なものがある。食器は漆器の碗が多く使われるが、家庭や地方で様々である。正月に雑煮やおせち料理を食べるのに用いる柳などの白木箸を雑煮箸と呼ぶ。東日本では角焼き餅を入れたすまし仕立て、 西日本では丸餅を茹で味噌仕立てにするのが一般的ではあるが地方による違いがある。また土地の特産物を入れるなど地域ごとに特色がある。明治大正に全国各地から移住者が来た北海道では出身地の作り方を引き継ぎ近隣地域や近所の家と異なる雑煮が点在している。ありがとうございます。